私の名前はかなで、マタニティ商品を取り扱う会社で働いている27歳の OL。 今日も通勤のために電車に乗っているのだが、どうも調子が優れない。だから申し訳ない気持ちがありつつも、空いていた優先席に座っていた。私は早く目的地に着いてほしいと思いながら電車に揺られていた。悪いことしてるわけじゃないけど、少し罪悪感があるのよね。その時だった。どきなさいよ。大きな足音を立てて誰かが優先席に向かってくるのに気がついた。あら、かなでさんじゃない。おはようございます。丸く膨れたお腹をこれ見よがしに見せつけて現れたこの人は、会社の同僚ののりこさん。働く部署は違うのだが、一応面識はあった。のりこさんは丸いお腹をポンポンと叩く。わからないの？朝ごはん食べ過ぎたんですか？違うわよ。これ見える？私妊婦なんだけど。はい、じゃないわよ。早くどきなさいよ。すみません。まったく、こっちは妊婦なのよ。まあ妊娠の経験がないから、このしんどい気持ちがわからないのよね。優先席を譲るのは当然だけど、私は少しモヤモヤした気持ちが残っていた。そんな気持ちを抱えながら会社へと向かった。会社に着いた私は、朝の嫌な気持ちを振り払うかのように仕事に取り組んだ。集中していたせいか、時間はあっという間に過ぎ、気がつけばお昼休憩の時間となっていた。かなで、やっとお昼だね。そうだね。この子は同僚のはるちゃん。会社で一番仲のいい友達である。はるちゃんは噂好きで、常に周りから情報を取り入れては私に教えてくれる。そういえば、かなでは知ってる？ん？何？今度社内食堂の売店にドーナツが販売されるらしいよ。本当に？うん、食堂の中野さんから聞いたのよさ。そうなんだ。それは楽しみだな。かなでは甘いものに目がないもんね。はるちゃんは会社の情報はどんな些細なことでも知ってて、彼女の情報網にはいつも驚くばかりだ。ところで、今日のお昼どうする？そうだな、今日はちょっと調子が良くないから、社員食堂でもいいかな。うん、いいよ。ありがとう。じゃあ行こっか。そういえば、はるちゃんは明日有給取ってるんだっけ？そうなのよさ。明日さくらの学校が休みだから、遊びに出かける約束してて。お出かけか、いいね。さくらちゃんははるちゃんの娘で、元気が良くてとても可愛い女の子だ。本当は少しゆっくりしたいんだけどね。そう言いつつも、はるちゃんがさくらちゃんのことを話すときはいつも幸せそうな顔をしていた。だからはるちゃんも本当は楽しみにしていること私は知っていた。もう、かなで何笑って。ん？食堂に近づくと、遠くの方から朝聞いたばかりの怒鳴り声が聞こえてくる。私妊婦なのよ。お茶くらい入れたらどう？それよこしなさいよ。私はあんたより栄養を取らないといけないのよ。はい。このお茶ぬるいじゃないの。冷たいのを入れ直してきてちょうだい。はあ、あれってのりこさん、いつにも増してひどいよな。ん？少し離れたところで他の社員の話し声が聞こえてきた。あんたたち！のりこさんが食堂に響き渡るほどの声で怒鳴った。無駄話してる暇あったらさっさとお菓子でも買ってきなさい。はい。ったく、私が指示しないと本当に何もできないわね。のりこさんは不機嫌そうに悪態をついた。噂には聞いていたけど、ここまでひどいとはね。ん？傍若無人ののりこ。無人？傍若無人じゃないの？いや、傍若無人で合ってるのよさ。はるちゃんは少し渋い顔で私に説明してくれた。このあだ名にはちゃんと理由があってね。のりこさんが妊娠したのはつい最近のことらしいんだけど、そこからやりたい放題みたいでさ。そうみたいだね。そもそものりこさんが結婚してることをみんな知らなかったから、彼女の行動をいろいろと皮肉って傍若無人ののりこって呼び始めたみたい。そうなんだ。で、このあだ名はあながち間違いじゃなくて、今も見ての通りなんだけど、他にも取引先との会議に平気で遅刻するし、
のりこさんの仕事の態度を彼女の上司が注意したらパワハラで訴えるっていう始末らしい。でも妊娠なら多少仕方ないよね。まったく奏では優しいんだから。そんなんじゃ奏もあの人の好きにされちゃうよ。そっか気をつけるね。もう朝やられてるけど。ま、そこが奏のいいところでもあるんだけどね。はるちゃんは厳しいことも言ってくるが、私のためを思って言ってくれることはひしひしと感じる。確かにのりこさんは少し行き過ぎた行動が目立つけど、私は妊婦なら仕方ないという思いだった。その理由は会社の社訓にあった。スローガンとして妊婦に優しいぬくもりをと掲げている。マタニティ商品を取り扱う会社なだけあって、社長は妊婦が暮らしやすい世の中を目指している。私もこの理念には深く共感していた。私、社長の理念を本当に尊敬しているから。それはわかる。社長の考えは素晴らしいと思うのよさ。うん、本当に妊婦のこと考えているんだなって。私とはるちゃんは会社の素晴らしさについて会話に花を咲かせたのだった。でもうこんな時間、のりこのワンマンショーに気を取られすぎた。ワンマンショーって。私たちは急いで券売機に向かった。どれにするか迷うのよさ。そうだね。私が悩んでいると後ろからどす黒いオーラが迫ってくるのを感じた。買わないならどいて。なんとのりこさんが私を押しのけ券売機に割り込んできたのだ。ちょっと、そんなところで突っ立ってるのが悪いのよ。私は腹が減ってるのよ。まだ食うのかプニン。割り込むなんて非常識なのよさ。はるちゃん、私なら大丈夫だから。被害者面しちゃって。のりこさんは食券を買うとずかずかと去っていった。まったく信じられないのよさ。私なら本当に大丈夫だから。かなで。よし、今日は私がおごってあげる。え、いや悪いよ。いいからいいから。うん、ありがとう。じゃあお言葉に甘えるね。じゃあかなでもメニュー選んで。うん、どうしようかな。早くしないとまた来ちゃうかもよ。そうだね。じゃあこれにしよっかな。いろいろとあったけど、私たちはお昼休憩の残りを楽しんだ。昼食後ものりこさんの横柄な態度は続き、本当に役に立たないやつばっかりね。うん、ちょっと待ちなさい。私下の階に行きたいの。先に乗るから。妊婦だからいいわよね。そう言ってのりこさんは割り込み、エレベーターのボタンを押した。おお、彼女は私の知らないところでも幅を利かせているようだった。やっぱり妊婦って最高だわ。この権利はもっと活用しないと損ね。もっと私が楽するために周りには頑張って働いてもらわないと。翌日、この日も私は通勤のため電車に乗っていた。そして昨日よりも調子が悪かったので今日も優先席に座っていた。でももしここでのりこさんが現れたら、そんなこと考えたらのりこさんに失礼だよね。私は自分の雑念を振り払うように顔を振り心を落ち着かせた。のりこさんだって大変に違いないし、妊婦っていろいろと体力を使う。あら偶然ね。またかなでさんじゃない。出た出たって何よ。人の顔見てそんなお化けみたいに叫んじゃって。私の念が通じてしまったのか、例のごとくのりこさんが膨れたお腹を抱えて現れた。かなでさんは今日も優先席に座っているのね。え、はい。のりこさんが言葉を紡ぐたびに私の中で嫌な予感が増していった。それってもしかして私のためかしら。え、のりこさんの発言に対して間抜けな声を出してしまった。それってどういう。は？あんた本気で言ってるの？すみません、意味が分からなくて。だから席を譲れって言ってんの。妊婦にここまで言わせるの？え、やっても。あんたこれ見てもどかないつもり？のりこさんが私の目の前にマタニティマークを掲げてきた。そしてのりこさんが電車内に響き渡るほどの大声で私に席を譲るよう強要した。でも今日私本当に体調が優れなくて。そんなこと知らないわよ。
のりこさんは私の話に聞く耳を全く持たず、自分の権利だけ主張してくる。ラッチが開かない。このまま言い合っている方が気分が悪くなる。そう思い諦めて席を譲ろうと立ち上がった時だった。電車にブレーキがかかった。私は衝撃に耐えきれず体勢を崩してしまい、のりこさんにぶつかってしまった。すみません。気がつくとのりこさんが仰向けになって倒れていた。周りの乗客はきれいに円を描くようにのりこさんを囲み見つめていた。この光景、どこかで見たことが。誰が魚市場に並べられたマグロよ。誰もそんなこと言ってないプニ。誰？のりこさん、何か落ちてますよ。え？のりこさんの周りにはタオルのようなものが散らばっていた。ちぐ、くる。のりこさんの顔がみるみる青ざめていく。私はのりこさんのへこんだお腹とその焦りようを見て状況を察した。のりこさん、これってもしかして。私はのりこさんの周りに落ちたタオルを一つ拾ってのりこさんに詰め寄った。妊婦のふりをしてみんなを騙していたんですか。いや、だからその、のりこさんはしどろもどろになった。いや、あ、その時のりこさんが何かをひらめいたような顔をした。いや、私たちの会社ってマタニティ商品を売ってるじゃない。そうですけど、それが何か。だから私は赤ちゃんを身ごもっている妊婦の気持ちがわからないとって思ったのよ。それで私は仕方なく妊婦の真似をしていたのよ。仕事のために頑張ったのに、そんなに怒らなくてもいいじゃない。はあ、なんですかそれ。驚くことにのりこさんはそれらしいへりくつを並べて開き直ったのだ。そんなへりくつ通用するわけ。ん、そこに突然可愛い女の子が現れた。あれ、さくらちゃん。こんにちは。この小さな女の子は、はるちゃんの娘のさくらちゃんだ。かなでじゃない。後ろから聞きなじみのある声が。振り返ると、そこにははるちゃんがいた。はるちゃん、遊びに行くって言ってたけど、まさか同じ電車に乗っていたなんて。すごい偶然なのよさ。それより、何やら騒がしいから来てみたけど、どうかした？何これ。はるちゃんはのりこさんと散らばったタオルを見て言葉を失った。え、まさかそういうこと。はるちゃんも状況を察したようだった。ねえママ。そんな時、さくらちゃんがはるちゃんの袖をつかみ何か言いたそうにしていた。このおばちゃん、赤ちゃんの真似してるんだって。はあ、へえ、そうなのね。はるちゃんが何かを含んだように笑う。違うわよ。え、でも赤ちゃんが気持ちいいから真似してたって。勝手に話を変えないでちょうだい。でもおばちゃん、赤ちゃんにしか見えなかった。はあ？電車の中で大きな声出したり、赤ちゃんみたいだった。確かに。それじゃあさくらが勘違いするのも無理ないのよさ。赤ちゃんはそれが可愛いけど、おばちゃんは全然可愛くなかった。大人なのに何してるんだろうって思ったよ。さくらちゃんの無邪気な言葉がのりこさんに刺さったようだ。そして私ものりこさんに言わないといけないことがあった。のりこさん。え？うなだれているところ悪いですけど、この後一緒に社長室に来てもらえますか。はあ？このことは社長に全て報告させていただきます。いやよ、そんなことしたら。それは社長に委ねましょう。あなたは妊婦の気持ちより常識を知った方がいいですよ。のりこさんは私の一言でおとなしくなった。はるちゃんたちと別れ、会社に着いた私たちは早速社長室に向かった。どうぞ。私がノックすると部屋の中から落ち着いた声が聞こえてきた。失礼します。中に入ると私たちに背を向けた社長が部屋の大きな窓の前に立っていた。後光が差していて社長の姿はよく見えなかったが、神秘的な雰囲気を醸し出していた。おはようございます社長。おはようございます。挨拶を交わし、社長がこちらを振り向いた時だった。社長の顔を見るなり、のりこさんの顔がみるみる青ざめていった。お久しぶりですね、のりこさん。昨日のエレベーターの。
社長だったのですか？ここに来られた理由は聞いています。あなた妊婦を装って周囲に迷惑をかけているそうですね。違う、私の会社は妊婦のためのものであって、あなたの私利私欲のためではないのですよ。このままあなたにいられると妊婦や会社の品格が落ちてしまいます。それって、はい、今日付けであなたの首を切らせていただきます。そんな、のりこさんはその場にうなだれ、何も言い返せなくなった。のりこさんの悪行は他の社員からの報告で社長の耳にも入っていたそう。かなでさんだったかしら、あなたにはお手数をおかけしましたね。いえ、そんな。ところで、あなたはちゃんと体に気をつけるのよ。は、はい。どうやら社長には全てお見通しのようだった。後日、私は通勤するために電車の優先席に座っていた。今度はカバンにマタニティーマークをつけて。そう、実は私も妊娠していたのだ。でも自己主張をしているように感じて、マタニティーマークをつけることに抵抗があったのだ。しかし、のりこさんの一件以来、私はマタニティーマークをつけるようにしている。とは言っても、あくまで前みたいなことが起きないようにするための保険だ。今回のことで妊娠を権力のように振りかざすのは間違っていると再認識した。妊婦も周りの人もお互いに思い合える社会になることを願っている。かなでです。はるだよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。妊婦さんが大変ってのもわかるし、気も使ってあげたいと思うけど、それを私利私欲のために利用しようっていうのは本当に良くないよね。人の行為を踏みにじるのが一番ひどいのよさ。よかったらみんなも動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またねー。